ヤヌス指導はポーランドの陸上競技選手。1956年メルボルンオリンピックの銀メダリストである。指導は1948年にソ連の女子陸上選手のアレクサンドラ・チュジナが槍投げで44メートルを投げたということを聞き槍投げに興味を持った。当時15歳の指導は男子の規格の槍でもこの距離を超えることができると思い挑戦したところ、 約46メートルも投げることができたという。指導の最初のオリンピックとなった1952年、ヘルシンキオリンピックでは62メートル16で予選敗退に終わった。翌年、指導は大いに自己ベストを伸ばす。指導のベストは、かろうじて70メートルに届かない程度であったが、1953年10月に行われたポーランドと東ドイツの対抗戦において、 第2投で77メートル52のビッグスローを見せる。指導はこの投擲でこの日の競技を終了した。しかしカメラマンの求めによりおまけでもう一投行ったところ80メートル41と世界記録に26センチメートルまで迫る投擲を行った。そして翌1954年のベルンで行われたヨーロッパ選手権で優勝を果たすまでに成長した。 指導は1956年6月に自身、唯一となる世界新記録 83m66 を達成し、11月に開催されるメルボルンオリンピックの金メダル候補に挙げられていた。オリンピックの決勝では、指導は 79m98 の投てを見せていたが、ノルウェーのエギル・ダニエルセンが 85m71 と、 指導の世界記録を破り金メダルを獲得した。指導は銀メダルにとどまった。ダニエルセンは世界記録の投てきに次ぐ2番目の記録が72メートル60であった。指導はダニエルセンのラッキースローの前に破れた。しかし、2年後の1958年のヨーロッパ選手権では指導はメルボルンの雪辱を果たし、 ダニエル戦を抑えて2連覇を達成した。1960年、金メダルを狙ったローマオリンピックでは85メートル14と世界記録に肉迫する投擲で予選を通過した。しかし、決勝では他の選手が投げた槍が指導の顔に突き刺さりそうになるという事故が発生し、そのショックからか8位と惨敗してしまった。 指導は4度目のオリンピックとなる1964年東京オリンピックと5度目のオリンピックとなる1968年メキシコシティオリンピックにも出場した。共に80メートルを超える投てきを見せたがメダル獲得はならなかった。指導はその後1973年まで競技を続けた。長い現役生活の中で世界記録を一度 ポーランド記録を7度樹立する実績を残した。ポーランド選手権を14回制覇し、80メートルを超える投てきは150回に達した。現役引退後はコーチを務めていたが、心臓に不安を抱え、また肺に水が止まる病になくなるまで悩まされた。アスレチックスアットザ1956メルボルンサマー、ゲームズ、メンズジャベリンスローフィナールラウンド2011年7月10日。 閲覧。ありがとうございます。